6番エレナ・ベレシナヤ、アントン・シハルリドゼ組、ロシア。 Number 6 representing Russia、 エレナ・ベレシナヤ and アントン・シハルリドゼ。世界一エレガントなペアの登場です。エレナ・ベレズナヤ、アントン・シハル・リドゼ、ロシア。3年ぶり2回目のこのグランプリファイナル優勝を狙います。今年はロシア大会見事優勝、カナダ大会2位。ロシア民謡の牧草地です。ソロジャンプ、トリプルトーループ、着氷も決まりました。そしてダブルツイストリフト。8つの要素で構成されるこのそのうちの一つ、女性を投げるスロージャンプは違います。高いリフト、最後まで工夫されたプログラムでした。ロシアのベレズナヤ・シハル・リドゼ。かなり満足の表情ですね。そうですね、非常にね、全ての技が丁寧にこなされてましたね、ですからリフトの例えば降りる時でもそうですし、それからツイストリフトもそうですし、どの技を取ってもね、はい、終わってすぐに気を抜いてませんよね。あーはーはーはー。先ほどペトロワ・ティホノフが逆に五十嵐さんは丁寧に行き過ぎだというお話をしていましたが、丁寧に行ってなおかつ自分たちの持ち味を出していました。で、例えばデススパイラルもそうなんですけれども、はい、通常ですと 1回転半、ええ、これが今ですとこのベレズナヤ・シャルリドゼ組ですと 2.5回行ってましたね、十分使ってますし、まあ、このツイストリフトなんですけれども、これもですね、綺麗に女性のウエストをキャッチした後、このポジションの後が長いんですね、はい、非常に丁寧に使ってます。で、この得意のリフトです。ここからですね、この下ろし方が非常に丁寧で、ほとんど音がしないような着氷なんですね。日本の女性ファンにも非常にこの人気のあるベレズナヤです。愛くるしい
可憐な表情があります。そして何よりですね、素晴らしいのはこれペアの、ね、選手って、ね、やはりそのパワーとスピードというところでやはり滑っている時に結構氷を削るエッジの音がするんですけれども、はい、この組はですねほとんどエッジの音がしないんですね。それだけその基礎のスケーティングがよくできているということなんですよ。ダンスに近いようなステップなんですね。そうですね。ですからコーナーを回る時でもそのあまり音がしない、でステップを踏んでいてもですねガシャガシャ音がしない、はい、まあ、それだけ正確なエッジに乗ることを覚えていて、なおかつあれだけの大きな技がこなせるというね、その技の正確さというのが十分ジャッジにアピールできたと思います。最終ペアです。5組が滑り終わって現在はサレーペルティエがトップですが、さあ得点どうでしょう。要求される要素点がこれだけ、フランス 5.9 ジャッジメント出しました。カナダ絡めで 5.6。 さあプレゼンテーション楽しみですね。出ました 5.9 が 1,2,3,4,4 人。この時点初日ショートプログラム6組滑り終えてベレズナヤ・シアルリドゼトップです。以上をもちましてペアショートプログラムの競技を終了いたします。 That concludes the competition of the pair short program. ただいまより整氷を行います。